寒いですね。何もすることがない。服決めようか。ごきげんよう。昨日のアンジュさんの配信はランキング入られなかった。遅刻していたから。一瞬だけ99読んだけど、ストレート珍しい。いつもストレートで、逆に巻いてる方が珍しい。髪の毛傷むから、そもそもストレートアイロンしか、ストレートアイロンすら通してないことしかない。メイクもせえへんし、髪の毛も巻けへん。ね、アンジュさん初日頑張れって言ってましたよ。何？なんだと？それはいつの配信だ？昨日か、昨日のお昼か夜か。なんだそれは。宿毛してるけど、もう1ヶ月以上余裕でなってるで。もう2ヶ月経つんじゃんって感じ。経ったんじゃん多分2ヶ月。うん、経ったと思う。2ヶ月以上は経ってるから出てる。ほぼ聞いてない。昨日の配信っていうのは分かってるんですけど、あ、昨日夜ですか。なんだと？じゃ、お風呂入ってて、でしかも携帯触ってなかったん。昨日の夜テレビつけてなかったから、中にも入ってなかったの、あの携帯持って。だから出てきて、あってなって、そう、見返そう、また。かわいいな。アンジュさん側転だけしに来る。かわいすぎやろ。来てほしいな。全然変わるで。全然来てくれていい。それか側転のこの隣でやってもいいけど3人、アンジュさんが前に行って他の2人って感じで、終わったら派遣ね。眠っ。今日着ていくか考えるわ。あの普通の私服やったらいいねんけどさ、練習できる服で行きたいからさ。何着よう。
ようこちゃん、もう帰ってくる。行きましょうか。何でもいいねんけど、なんかリハずっと行ってたらさ、同じ服ばっかりになってしまう。だって向こうで着替えるのがめんどくさいもんで。めっちゃおもろかった、あれ。昨日のアンジュさんの配信で「さくちゃん来た」ってコメントで「さくちゃん来た」って言って、でさくちゃんもう好きだけどサーモンも好きって言ってんのが可愛すぎた。あれめっちゃ可愛かった。えやばくない？めっちゃおもろすぎやろと思ってさ、あれめっちゃおもろい。パーカー熱い？えもうここ最近ずっとパーカーないけど、パーカーにモコモコ着ていってんねんけど、え寒すぎる？それでも寒い。えサーモン、サクちゃんも好きだけどサーモンも好きが可愛かった。あれめっちゃおもろい。サーモンと一緒になってんのがめっちゃおもろい。私はサーモンレベルだったのか。そうか、サーモンか。可愛い、可愛いな。めっちゃおもろいねんけど、釣られたんやろなと思って。かわいい、思わんかった。私はめっちゃ思ってた。前髪めっちゃ肩ついてるからさ、今のうちに直してんねん。え別に水に濡らせばいい話だけど、かわいかった、おもろ。かわいい、かわいいね。つられすぎやな。でさくちゃんって言ってから、そうじゃないって言う案と言ったらなんか好きじゃないみたいやから、もう好きやけどって言ってんのが可愛い。考えたんやろなと思って、一瞬の間に。可愛い。え何着ていこう。ない、寒いね。しかもさ、公演終わった後にさ、あれねんな、外出たらさ汗かいてるから余計に寒いねんな。着替えてるとはいえ、着替えてるとはいえ髪の毛とか全部濡れてるからめっちゃ寒いよ。そう、アンジュさんも旅行好きだと判明したし。ふん。でも私は一人旅できるようになりたいねん。だからちょっと公演終わったら行こうと思って。でもさ、もうライブのリハーサルが始まってしまう。しかもそこまでになんかいろいろ覚えたいことがいっぱいある。え、しかもな、テスト期間やね。もうテストは別に受けんでいいけど、うんって感じ。いつもテスト期間とリハが被ってる。なんでな、わざと、わざと苦しみに来てる黒島を。ひどくね、毎回被ってる。でも絶対に受けなあかんリサちゃんとかの方がやばいと思う。受験生の被ってんのが一番やばいと思う。両方絶対に行かなあかんから、絶対大変。私の場合さ、別にテスト受けれんくていいやのさスタンスやけどさ、来年はそうもいかんやん。受験生が行っちゃう、大変な。両方絶対に行かなあかんからな。行かんって選択肢がないからな。
で両方その片方しかやってない人と同じレベルに立たなあかんからな。じゃないと受かれへんから、受かれへんしライブも出られへんしからめっちゃ大変。 100% を両方で発揮せなあかんから限界突破せない一回無理やねん。羽織っていく服が見当たらない。受験余裕みたいに言ってたけど余裕なわけはないでしょう。まあ、頭いいから今のところ A 判定で今は余裕っていうことやけど、テストとリハでリハあって今度の受験余裕やわはなくない。多分普通に忙しいし普通にテスト受けなあかんけどのはしんどいけど今のところは余裕あるってことじゃない。多分私と喋ってる時はやばくないって感じだったからし、来年私はやばい。え、来年ほんまにどうしようって感じないけど、しかも先生らと喋る時間もないからもう考えたんやけどな。で喋ってもそんな真剣な話になれへんし、ほんまにちゃんと喋るよ。めっちゃ眠い。ああここにもよる。うん、なんか学校行ってたらな普通にな勉強できひんこともないと思うねんけどなっていうのがな嫌やな。眠、よしランキングそろそろやろうかな。56分くらいに終わるよな。アミタンはね実はマコチのマコチが休んだからほぼ急遽なんですよ。半分急遽で初日なんですよ。なんかマコチポジで一応やるって言ってたから、最初にやるって言っちゃってたからマコチ肩ってなった時にアミいけるやんみたいな感じになっちゃって、で半分以上やってなかったけど急遽やるってなって練習せなあかんかったみたい。ランキング読もうかな。読みます。寒いね。よし13位がマッサンさんじゃない、13位上田和樹さんありがとうございます。12位マッサンさんありがとうございます。11位 RC さんありがとうございます。10位哲宮さんありがとうございます。8位じゃあ9位りっちゃんさんありがとうございます。8位かまかりさんありがとうございます。7位せいくんさんありがとうございます。6位まちかねかきたるさんありがとうございます。5位さとくんさんありがとうございます。あもう15分経過した、そうかそうか。4位さとくんさんありがとうございます。15分に引っ張られた。3位佐藤くんさんありがとうございます。3位高秀さんありがとうございます。4文字やったから引っ張られた。2位なるにさんありがとうございます。1位ジョンさんありがとうございます。ありがとうございました。あ222、なんかおめでたいのかおめでたくないのかって感じの数字やな。おめでたいんかな。2って言い数字やったっけ。猫や猫、わーい猫猫
嬉しい、ありがとうございました。いろいろ違いましたね。あ、めでたい数字なんや、ならよかった。それでは、ありがとうございました。さよなら。寒。さよなら。